はい、竹です。このシフォニアンベースをフレットレスにしたので6弦のフレットレスベースを自由自在に弾けるための、練習記録としてアップしていきます。6弦フレットレスベース奏者の、スティーブ・ベイディの教則本スティーブ・ベイディーズフレットレスベースウルティメートフレットレスベースワークアウトを参考に練習していきます。6弦ベースでやってますが、4弦ベースや5弦ベースでもできる練習もありますので、よかったら一緒に練習してみてください。今回は3度、サーズ練習その後です。映像の最後に今回の譜面を10秒ぐらい音なしで載せてあります。よかったら停止させるなどをして、練習に使ってください。タブ譜も載せてみました。下から B、E、A、D、G、C、弦になってます。自分が使っているベースで合わせてみてください。五線譜の上には番号がありますが、これはフィンガリングを押さえる指番号になってます。1、人差し指、2、中指、3、薬指、4、小指です。で、この譜面ですけども、ヘ音記号 F クレフの横に、調合のところにこうシャープが3つついてますね。メジャーキーだと最後に、ついたシャープの半音上の音がその譜面のキーになります。G にシャープがついていて、その半音上が A なので、キーは A です。今回は A のメジャースケールのルートと3度上をオクターブにした、テンスの、和音で上行を加工します。すべて2分音符ハーフノートで弾いてます。一緒説明の、1拍目の音は E 弦5フレット A に中指、 G 弦6フレット C シャープ4小指ですけども、この1の人差し指と3の薬指で押さえても大丈夫です。E 弦と G 弦が1フレットずつずれた、場合の押さえ方の時はこの後にも出てきますので、どちらか押さえやすい方で押さえてください。一応譜面上では、2と4、中指と小指というふうに書いてあります。一緒説明、3拍目の音は E 弦7フレット B に中指、 G 弦7フレット D3 薬指、 これもですけども、人差し指1の人差し指と、2の中指で押さえても大丈夫です。E 弦と G 弦が同じフレットの押さえ方の時は、この後に出てくるのも、どちらでも押さえやすいので押さえてください。一小節目、一拍目の音は E 弦9フレット C シャープ、に中指、 G 弦9フレット E3 薬指、こっちでもかですね。二小節目、三拍目の音は E 弦10フレット D に中指、G 弦11フレット F シャープ4小指、3小節目の1拍目の音は E 弦12フレット E に中指、 G 弦13フレット G シャープ4小指、3小節目、3拍目の音は E 弦14フレット F シャープに中指、 G 弦14フレット A3 薬指、4小節目の、1拍目の音は E 弦16フレット G シャープに中指、G 弦、16フレット B3 薬指、4小節目、の3拍目の音は E 弦17フレット A に中指、 G 弦18フレット C シャープ4小指、で、ここまで上がったらあとは今のを逆に戻っていくだけですね。
終わりのところの8小節目の終わりのところに五線譜の、第2巻と3巻の間にこうちょんちょんとこう点があって、細い縦線と太い縦線があるのは繰り返しなので今弾いたのをもう一度、繰り返します。ここまでの弾いてみましょう。メトロノームを BPM60、 1回を四分音符クォーターノートってことにします。今は繰り返してないですけども、続けて、2回やってみましょう。で、これができるようになったらこう他のキーで弾いたりとか、ロー B やハイ C のあるベースなら、他の弦からスタートで弾いたりしてみましょう。今回はここまでです。ベースレッスンで取り上げてほしい奏法や練習の仕方などがありましたらコメント欄に記入でも概要欄にツイッターアカウントを載せておきますのでそちらまでコメントをください。よかったらチャンネル登録やいいねボタンをお願いします。それではまた。